はい、年を重ねる美顔を引きとなるメイクアッププロデューサーのしょうこです。はい、皆さんこんにちは。今回、はい、うちのねマネージャー兼秘書がちょっとね最近ね太りましてちょっとね病気になっちゃいけないんじゃないかっていうことで、ちょっとねどうするって言ったら、ね、ダイエットしたいですって言ってたんだけど、そしたらねなんとファスティングをカウンセリングしてね、ずっと1ヶ月付きっきりでね面倒見てくれるっていうところが現れまして、はい、今回タイアップ企画っていうことで、うちの小島ちゃんを美人にしようっていう計画、美人化計画を立てましたので、はい、本人に来てもらいます。はい、じゃあおいで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 、はい、初の顔出しはい、の、はい、ちょっとね顎とかのラインが綺麗なので太って見えないんですよ、めちゃくちゃで、はい、ちょっとね下に行って下にして下にはい、ちょっとねこの辺がむっちりしてくるわけですね。はい、で身長私とほぼ変わらない状態なんですけども、何キロ違ったんだっけ、15キロ、そう15キロで、15キロ離れてるように見えないじゃないですか、どんだけ私太って見えるぐらいな逆にショックみたいな感じで、気痩せっていうかね、もともと気痩せするよね、もともとそんなに太っても、うん、すごい太ったっていう見られない、そうだよね、だから気づかなかったの、うん、ちょっとずつだったから、一緒にいるの長くてね、あとうちのね生徒さんとかとね一緒になんかリアルで会うことが大体最近増えてきまして、そうすると小島ちゃんとも写真撮りたいって言ったらね、この辺になるとね、やだーって最近で、しょうこさんダイエットしなくちゃねってずっと言ってたんだよね、でもこうしな明日って言っててもね、食べちゃうのって言ってね、まあ身内の言うこと聞かなくなるじゃないですかだから手をね借りて、でちょっとそれを私もねサポートしていくんですけども、でも頑張ったで今回ご褒美として綺麗になったら、もうね小島ちゃんのためにスタイリストカメラマンも全部用意して、はい、変身企画ということで写真撮って素敵なプロフィール撮影もプレゼントするっていう約束をさせていただきますので、はい、頑張れるかな、頑張りますはい、頑張ります。はい、では早速ね1ヶ月様子見ていきましょう。ではいってらっしゃい。ちゃんといつも測っているから、測ってないだって怖いじゃん乗るの見たくなかったの、目をそらし続けたこの結果でございます。この1ヶ月、はい、私一緒に応援しながら、はい、なるべくね、まあ、一緒にいる時間がね長いから、多分一緒に、ね、多分ファスティングとかね近い状態では生活していこうと、皆さん楽しみに。私ケアパーソナルファスティングのカウンセラーの川越と申します。よろしくお願いいたします。うん、まず今回の1ヶ月間のプログラムでですね、もう目指せる体重ですね、プログラム目標としてはマイナス6キロ、目標をマイナス6キロに置いて、はい、ファスティングを一緒に行っていければと思います。この体重をこう達成した後にこう楽しみにしているということはもしあれば教えていただきたいと思います。写真撮影をもうすでに予定として組んであるので、はい、撮影の時に痩せた状態で写りたいと、はい、なるほど、良いコンディションで、はい、こう写真撮影ができるように私もサポートしていきたいと思いますので、はい、どうぞよろしくお願いいたします。はい、これ、届きました。まず味見を、はい、いただきます。味見的にはこれ大体何が入ってるかとか、はい、甘い、甘めの、結構甘めの、飲める好き、甘い、うん、ちょっとリンゴの風味がある気がする、うん、ね、リンゴ入ってる、スイカ入ってるし、そう、トマト、ナス、かぼちゃ、きゅうり、ニガウリ、スイカ、トウモロコシ、オクラ、ピーマン、うん、キャベツ、白菜、レタス、いっぱい入ってるよね、はい、食べ物ですね、これはあれですよね、半日とか1日とかやった時の回復食と準備食。そうです、そうです。なんかね今回ね、なんか半日とか1日とか3日間とかこうバラバラにあって、で食べてもいい日があるね。そうですね、何もファスティングしない、うん、何でも食べていいよっていう日もあったり、うん、あとはヘルシーって言って、うん、
まあ、基本そんなに制限は多くはないんだけども、うん、ちょっとタンパク質を抜いたとか、うん、油を抜いたこういう食事をとる、うん、晩ご飯とるといいですよっていう提案されてる日もあったりっていう風にあって、うんうん、それを1ヶ月とか中にいろいろ織り込ませながらやっていく感じです。素晴らしい。で、今日の朝ごはんなんですけども、はい、かぼちゃと小豆を煮たものを今日はこの組み合わせ。皆さん今ゴリバちゃんねちょうど中間あたりだよね。今日は事務所でねお仕事で2人で今日昼ご飯食べようって言った時に私回復食なのでって言われて、はい、食べないといけないものがあるということで、はい、すっごいいい匂いしてたけど横でめちゃくちゃいい香りしてるんですけど、これカレー。そう、これ、回復食の時のお昼に食べる、うんうん、まあ、リゾットみたいな感じで味全部たち4つあるんですけど、うんうん、今日はカレー。カレーでなんか結構なしっかりしたカレーの香りだよね。そうなの。なんか普通回復食って、うん、私もちょっとファスティングやってたけどまず回復食にカレーありえないだからパッケージが入ってきた時に、うんうん、カレーがあると思って、うん、めっちゃ何味どうなの。味好きだったんですだっけ。そうこれね、うん、ちょっと食べたんですけど意外とカレー、ちゃんとカレー一口だったし、うん、あ、結構しっかりスパイシー。ね、うん、そう、甘口好きな人も好きだよね。そう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 、でもカレー食べてる感じがするから、うん、なんだろう、ダイエットしてる感じじゃないよね。そうなんですよ、薄味なんだろうなと思って、うんうんうん、一番最初に食べたのがですね、うん、このトマトリゾットが本当に一番最初に食べたんですよ。トマトリゾット野菜が玉ねぎ、じゃがいも、人参、セロリ、トウモロコシ、ピーマン、結構入ってる。ちゃんとちっちゃくコロコロに刻まれたものが、うん、まあ、結構柔らかくなって入ってて、うん、でこれは本当に、うん、トマトリゾットっていうそのものの味がして、うそう、しかも初めて、あ、味が濃いって思ったんですよね、うん、カロリーが122キロカロリーしかないね、すごい、そうなんだ。なのでこれ食べてたらすごい美味しくって、うん、あと2つは、あと2つはですね、うん、この2つ、例えばパッケージなくて食べた時にどっちがどっちかはちょっとわからない感じなんで、うん、近い味の2つです。きのこ豆乳リゾットと和風リゾット。全然普通味違うんじゃないの。でもちょっと近いんだ。うん、違うんだ。あ、でもね、入ってるもの近いもんね。マッシュルームとえのきとか舞茸だもんね。そうなんですよ。具がね、具が和風かちょっと洋風かっていうぐらいだからか。うん、若干だから豆乳の方がなんかクリームっぽい、うん、って感じなんですけど、もともとリゾットなのでどっちもクリームっぽい。へえ。でも味は両方とも美味しかったです。やっぱり本当に和風っていう味で、ただこっちはこっちで完全に洋風の味で、うん、こっちはどっちかっていうと和風テイストな感じ。だから飽きないように工夫されてるんだね。うん、小島さん、はい、こんにちは。こんにちは、よろしくお願いします。どうもよろしくお願いいたします。では今日はですね、1ヶ月間のプログラムの振り返りをしていきたいと思います。改めまして1ヶ月間のプログラム本当にお疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。ここまでで全体を通して、まあ、ちょっと気になっている点ですとか分からなかったなっていう点はありますか。比較的でも本当に快適にファスティングができたんじゃないかなっていうふうに思ってます。これからも本当にお忙しい毎日だとは思いますが、はい、ますますのご活躍を応援しております。はい、はい、今日は1ヶ月、はい、小島ちゃんが頑張ってくれて、体重を体重を測ってね、行こうと思います。リモアンではよっしゃ。はい、どうですか。はい、こんな感じで、うん、2週間超えたぐらいから、うん、なんかこの辺がね、この辺がすっきりしたとみんなに言われてて、すごい報告が私のところにすごく報告が来てて、はい、まず
アプリでね、毎日測っていってもらったんですけど、はい、じゃあちょっと見せてあげてもらって、見えるかな、見えるかな。でも、あの、たまに、やっぱ上がる瞬間があるんですね。もうこれ1、2日するとまたストーンって下がるんですけど、うん、何回上がってる瞬間もあるんです。でもね、綺麗に、そう、綺麗にこう、はい、来ましたね。で、合計何キロ今日は、朝測った時は、55.3 キロでマイナス 4.8。素晴らしい。今日のデータです。はい、48キロおめでとうございます。はい、では次は撮影会で、では行ってみよう。今日はね、あのご褒美の撮影日ということで返信してもらいます。小島ちゃん、どうぞ。はい、はい、でね、これあのさっきもあのまずね、1ヶ月経った時に写真でビフォーアフターでかなりねスッキリしたんだけど、またね1週間経って、まあ食べてよしってなったんですけども、はい、どう、あのリボンドしてないですか？リボンドはね、してないです。あ、してないんだって。それでね、今日ね、もう喜んで、このパンツパンパンだったんだけどって言って、そう、これね、ブカブカになってたの。気づい、今日あの久しぶりにこれを履いたら、あれこれここゆるいというかふかふかってちょっと、はい、そう喜んでます、はいはい、でもね、今回、はい、もうここから頑張ったからね、綺麗になるっていうことで、はい、すごい私の、 あの信頼なる仲間たちを呼んで、はい、撮影会にするのに、まずね、あの髪の毛にやっぱ1ヶ月経ってるので、もうボサボサな感じなんですよ。はい、でもやはりね、私たち急にもっとね、欲が出てきたんでね、また来年5キロ痩せたいっていうね、う、今度はゆっくり痩せたいね、今度は5キロゆっくり痩せていくってことをして、うん、そうだよね、目標はマイナス10キロ、あ、マイナスっていうことで、あのちゃんとね、自分で言い出したっていうところでね、やっぱりあのきっかけはすごい良かったなと思うんだけど、でもあと5キロって言った時に1年間って言うとちょっと気が遠くなったりするじゃない。だからその目標の5キロをもう今日の1日でね、またさらに痩せさせてみせるっていうことでやっていきたいと思います。はい、まずね、ちょっと今日、はい、来てもらうあのくまちゃんに来てもらいました。くまちゃん、はい、失礼します。はい、くまちゃんに、はい、来ていただきました。こんにちは。はい、戸塚でね、サロンをやってるんですけど、今日はね、あの店閉めて来てもらいました。お休みにしました、はいはい、なので、今日はね、あのくじまちゃんの、私がね、あのこういう風にさっき切ってほしいっていうことを、お伝えしているので切って、でスタイリストのすごくね仲がいいね、はい、あのかわいい、あのじゃあ後でまた紹介しますけども、服をねちゃんと選んできていただいて、で私が化粧します。はい、では行ってみよう。はい、ね、しっかり頑張って痩せて、あの綺麗になった小島ちゃん、はい、来てください。どうぞ。はい、長くお仕事してるハイスタイリストの会社に来てもらったんですけど、どうぞどうぞはい、ちょっとね、ポイントはね教えていただきたいんですけど、めちゃくちゃあの頑張ってね5キロもやってたんだけど、でもやっぱりねお腹周りがね残っちゃってて、でやっぱりね、あ、もう5キロ来年ちょっとずつ頑張りますっていう宣言したばっかりなんですよ。でもやっぱりここ1年間かけて5キロってまた難しいじゃない。でも服着ただけで5キロ痩せて見えるっていうところで、そのポイントって、あの、はい、あの視聴者の人にも教えてあげてほしいんでお願いします。ベストがアシメトリーということで、ちょっと動きを出しています。こう揺れる感じで、で、中に着てるシルバーのシスルーとね、シスルーなんですけど、それが逆に色が濃くなると生っぽいっていうか、女っぽさが出てしまって、ややもすると色気が
薄いですね。黒とかね、はい、その肌の色に近いものでシースルーを持ってくると、うん、あの自然な感じで、うん、ナチュラルに、うん、おー、じゃあ一般の人とかでも、はい、あのなんかやりやすいシースルーってこと？はい、うん、シースルーを怖がらず、怖がらず皆さん怖がらずですよ、はい、うん、なんか太ってるとシースルーって怖くなかった？絶対来たこと見たことないもん、来たことないもんだって、ね、腕とか、ね、出したことないですよね。でこれは試着で分かったところなんですけども、肩がこう張りが出てるんですね。で肩がこういう、まあ、よくありがちなベストの形ですけど、こうなるとちょっとここがむっちりしてしまうので、本当だ、やっぱりそれだけでちょっとした違いでカバーできるっていうので、必ずちょっとね、トライして試着すれば、うん、はい、自分の体験に合ってれば、すごくいいものを選べると思うんですね。あとなんか、パンツですよね。パンツがですね、このしっかりした生地感、重みがあって、うん、前にセンタープレスがついてるということと、うん、はい、この落ち感がある、うん、っていうのが、面でパリパリとか、うん、逆にもっと薄いポリみたいな、うん、なると、うん、足の形がもうすごく出たり、うん、パリッとした感じが、うん、足のラインとか、うん、結構綺麗に出せる効果があるので、うん、それでこのパンツを選んで、裾広がりにするっていうことで、うん、ウエストが結構細く見えるような、はい、A ラインというか、そういう形でシルエットを作ってます。でも、こういうの絶対履かなかったけど、今ね、すっごい足長く見えるし、うん、ね、うん、ものすごい細いこの縦長のラインすごい綺麗ですね。で、ヒール履いてなくてもめっちゃ、うん、ね、ちょっとこれは低めなんですけど、うん、それでも足が長くて、うん、ね、素晴らしい、ね、なんか、あまりいい、ね、そのお洋服のボリューム感ですけど、つかず離れずっていうのがすごく良くて、うん、大きすぎず、タイトすぎないっていうことが、うん、基本だと思います。あの体型をちょっとカバーしながらおしゃれに着こなすには、うん、そのハネズっていうようなシルエットを作ることが、うん、はい、ありがとうございます。はい、皆さんね、あの本当にちょっとね、ポイントを知っておくだけで、いや本当に5キロぐらい痩せて見える。私たちよくね、私とかでね、5キロ痩せて見えるヘアメイクしてくださいとか、服選んでくださいとか、ね、ポージングで全然違ってくるので、ね、写真撮ったのはこんな感じなのでね。どうでしたでしょうか。今回は結構ね、大型企画ということで、いろんな人のね協力も得て、どうですこんな感じに、今ねめっちゃね嬉しそうなのめっちゃ嬉しそうなんですよ。はい、なのでやっぱりね、ちょっと自分でもうずっと痩せれない痩せれないずっと私に言い続けられてたんですけども、今回ね頑張って1ヶ月ね、ファスティングをやって、でもプロがついてたので全然しんどくなかったっていうことで、まず5キロで、そこからもう5キロね、やっぱりこの辺とかももっとスッキリしたいなって欲が出てくるんですよ。で、欲が出てきてまたね、やっていくけど、1年経ってくるとまた先が遠いっていうことで、ちょっとね服をね綺麗にしたりとか、メイクを綺麗にっていうことで、私もメイクの部分は本当にねこっそり見えるように、作りました。で、これだけでね全然本当にまた5キロ痩せてみる。で、さらに、ね、ここからまた本気でモードで、痩せていくと、今度ね、隠さなきゃいけないところが隠さなくてもいいファッションも楽しめると思うので、皆さん、ね、1月、ね、頭になるので自信を持っていきたいなと思った方は、はい、下の概要欄の方に、書いておきますので、もしよかったらね、見てチャレンジしてみてください。今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。またもしよかったら高評価ボタン、登録ボタンを押していただければ
嬉しいです。はい、またね、皆さんこういう企画もどんどんやっていきたいと思いますので、もしね、よかったら一緒に綺麗になっていきましょう。どうも今日は見ていただいてありがとうございました。